なんじゃこりゃー。はい、ということでこんにちは、まえチャンネル前原です。はい、ご覧いただいたようにですね、ベイのパーツがですね、あんな風にもうブワッとね、あのバーストスタジアムの上にブワーって置いてるような感じだったんですけども、今回ですね、このアルミケースを使って収納していきたいなと思います。もうご存知の方いらっしゃるかもしれないんですけども、FL 春樹さんとかタイポンさんがですね、すでに同じような感じでアタッシュケースを使ってベイ専用のですね、収納ボックス作ってますので、そちらをご覧になっていただければと思います。じゃあまずこれ出そうかね。はい、ベイブレードの公式のケースとかって全然ね入んないんでね、やっぱりいっぱい入れたい場合はこういうのがいいですよね。でアタッシュケース自体はこんな感じになってますね。中に紐がついてますけど、これは切らないですね。でこの中にダイソーの仕切り板、これを敷いていくわけです。で、実はですね、ここにちょっと見えてるかな、これもうね、一つ作りました。はい、こんな感じ。どうですか、中にこんなような感じで、こちらがレイヤー、こちらがディスク、この辺がドライバーというふうな感じで分けました。これで大方のパーツは全部入ったかなと思いますね。で残りですね、16個前のベイが残ってますので、これをもう一つのこのケースに入れていきたいなと思います。蓋の部分にはこの緩衝ウレタンっていう緩衝材、これを入れてます。でこれがねすごい大変だった。この緩衝材ちょっと厚いんでね、これもこう半分ぐらいに横に切ってきました。これがね一番大変だったかな。ただこのおかげで中のパーツがこう動くことはなくて、きれいに収納できますね。はい、16個ベイをこんな感じで入れていくようにしたいですね。でやり方は簡単で、この仕切り板、これだいたいこのサイズに合わせてハサミで切るだけですね。この辺りこんな感じ、ちょっとね余裕を持って切っておいた方がいいかなと思いますね。ちょっと余裕あるかな、4つでいいのかな、4つでいいか、4つにしましょう。はい、こんな感じですね。これに一つずつベイを入れていけばいいんだ。はい、そんな感じで出来上がりました。こんな風に16個ベイ収納できましたね。あと3つ余裕がありますね。で下にワインダー入れて、この辺にライトランチャー L 入れたりします。あとはこれいつも使ってるベイランチャーとか、こういう他のパーツですね。こんな感じにしまいました。でこちら側の緩衝材まだつけてないです。これまあ、あれ切り取るのがめっちゃ大変なんで、さっき作ってね疲れちゃったんで、まあ、なんでこの緩衝材はまた別の日にちょっと貼りたいと思いますけども、こっちのケース自体は完成してるベイが入ってるので、まあバラバラになっても大丈夫かなっていう感じですね。これしまっておきましょう。こちら側のパーツ用のケースなんですけど、こういうねところどころにですね、グルーガン注入しました。あとこの柵の下、この仕切り板の下もグルーガンで接着してます。これその辺は春樹さんとか、タイポンさんやってなかったかなと思うんですけど、その分ねフレキシビリティはなくなっちゃうんだけど、このこっちの柵をこっちに移動するっていうことはできなくなっちゃうんですけど、こっちの方がこの方がいいかなと。ちょっとね作ってて思ったのが、ディスクとかがこの仕切り板の下に入っちゃうんですよ。でそれでこの柵がね動いちゃったりするんで、それだったらもう接着しちゃおうってことで接着しちゃいました。はい、こちらがこのような感じになってますね。この辺シングルレイヤーで揃えたかな。でこの辺のレイヤーはアタックとかディフェンスとかなんとかで分けてあります。ドライバーもそうだね、ディスクもそんな風に分けちゃいました。これだけあるとなかなか綺麗ですね。蓋を閉めるときはこのような感じ、ちょっとだけこの緩衝材がある分こうねしまいにくいんだけど、まあちょっと押し込めばできるので、これで持ち運びも大丈夫ですね。はい、そんなわけで今回ですね、ベイブレード専用のケースを作ってみたという動画でございました。結構ね安く買い揃えてできちゃうので、ベイのパーツがいっぱいになっちゃったよって方はぜひ試してみてください。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。そしてチャンネル登録もよろしくねということで今回は以上でございます。バイバーイ。